英軍に露隔されたゴリアテゴリアテとは、第二次世界大戦で、ドイツ国防軍が使用した、遠隔操作式の軽爆薬運搬車両の通称。大きく分けて、電気モータータイプとガソリンエンジンタイプの2種類が、存在した。最高で 100kg の高性能爆薬を内蔵し、有線で、遠隔操作され、無限軌道で走行、自爆する。連合軍では、 トラクトマインとも呼ばれていた。主な使用目的は、地雷、腹の警戒、敵固定陣地、軍用車両の破壊である。ゴリアテは、その原型が1939年に、フランスの工業デザイナーであるアドルフ・ケグレスによって、設計、試作されていたが、ドイツ軍の侵攻により川に沈められ引徳された。しかしフランス占領後に、これを引き上げ調査した。 ドイツの兵器局は、その設計図をもとにして、最低 50kg の爆薬を搭載できる兵器の開発を、ブレーメンにある自動車会社のボルクバルトに命じた。こうして完成したのが SD、SDKFZ-302 ゾーンダークラフトフェールトソークで、ある。基本的にケグレスのものと同じ機能であったが、理体は、ゴム製から金属板製に変更されていた。 SDKFZ とは、ドイツ軍が戦車などの特殊車両につけていた特殊車両番号と呼ばれるもので、SDKFZ300 には、軍内部では、非公式にゴリアテの通称で呼ばれた。ゴリアテとは、旧約聖書に登場するダビデに、石で殺される巨人である。大きいものを倒す、小先物という意味では、ダビデの名をつける方が自然だが、当時のドイツは、 巨大戦車に、マウス、ラーテと名付けるなど、秘匿するためにわざと見た目と逆の名を付けることがあった。さらに SDKFZ-302 の場合はダビデが、ユダヤ人の王であるため寄避されたのだと思われる。SDKFZ-302 は、最大 60kg の爆薬を搭載し、内蔵した 12V バッテリー2個で、ボッシュ製モーターを駆動。 本体後部のドラムから繰り出される3本の電線を、いわえた、リモートケーブルに接続された、ジョイスティック型のコントローラーによって、遠隔操作される。しかし、この SD-KFZ-300 には1台300ライヒスマルクと、高価であり、線上で故障した場合もモーター駆動であったため、その場で修理するのが困難だったため、その後代わりにバイクメーカーである ZENDAP により、 ガソリンエンジンによって駆動する SD-KFZ-303A が開発された。これは搭載できる爆薬の量が最大で 75kg に増加し、また同時に走行性能も向上している。さらに1944年には SD-KFZ-303A の改良型として SD-KFZ-303 ビットが開発され、これは爆薬が 最大 100kg まで搭載できるよう拡張された。ゴリアテは、このように大きく分けて3タイプに分類されるが、電気モーターのゴリアテ SD KFZ-302 をゴリアテ E、エンジンのゴリアテ SD KFZ-303A と B をゴリアテ V と呼ぶこともある。これらのゴリアテは、1942年から、主に突撃工兵部隊によって使用された。 1944年のワルシャワ放棄にも使用されたが、ポーランド国内軍兵士の銃撃などによって、破壊されたりケーブルが切断されたりして、行動不能になるものも多かった。またこれ以前に、ノルマンディ上陸作戦下ユタビーチでの複数台の使用も記録されており、戦闘後連合軍に露隔調査されている写真も存在する。なお、 この際も放爆撃の振動が原因で誘導装置がダメージを受けており、この故障により途中で格差したにもかかわらず、戦闘中に米兵が面白半分に手榴弾を放り込んで誘爆数十名の死傷者を出す大戦果を挙げたという。後に欠点クラートの部品を用いたシュプリンガーやボルクバルト4など同様の任務を行うゴリアテの拡大版とも呼べる。 兵器が開発されている。ゴリアテゴリアテ無線誘導型ゴリアテ試作品、ゴリアテは各型合計7564台も生産されているが、兵器として成功策であるとは認識されていない。その主な理由としては、が挙げられる。これらに対し SDKFZ303A、SDKFZ303 ビットでは改良が加えられていったが、 それでも十分とは言えなかった。すべての方の共通の弱点として、ケーブルを切断されると停止してしまうのは、致命的であり、前述したように、ワルシャワ放棄で用いられた、ゴリアテも、これによって、多くが目的を果たせなかった。アンジェイ・ワイダ監督の映画、地下水道では、スコップにより、ケーブルを叩き切られ、停止してしまう様子が描かれている。 なお無線誘導型も試作されていたらしく、クビンカ戦車博物館に展示されているが、詳しい資料は確認されていない。しかし、遠距離から操縦できるという安全性などから、前線での評判は悪くなかったとされ、ワルシャワ放棄の際にはポーランド国内軍兵士たちから恐れられていた。事実、現代の兵器でもリモコン式自走爆雷の開発が止まっていないように、 走破性とコントロール性が伴えば強力な兵器となり得る。が、積載にこだわったこととエンジンなどの小型化が技術的に不可能だったためこうなってしまった。なお、極東の日本では1944年9月28日の日本ニュース第226号においてドイツを兵器、走る爆弾と題し、日本陸軍航空部隊と対空軍の戦闘機体や、 大陸脱通作戦における戦火の報道とともに、同盟国ドイツの新兵器として、このゴリアテがナレーションを交え映像で紹介されている。ありがとうございます。